ポーク軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点の人口は5639人で、軍庁所在地はオシオーラ。軍内のシェルビー村近郊には2000年、国勢調査時におけるネブラスカ州の人口重心地点がある。ネブラスカ州のナンバープレートで、ポーク軍の車両は最初の数字が41になっている。これは1922年にナンバープレートの制度を 確立した際、ポーク軍の車両登録台数が州内の軍の中で41番目に多かったからである。ポーク軍は1856年に組織され、アメリカ合衆国大統領のジェームズ・ポークにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積1141平方キロメートルである。このうち1137平方キロメートルが陸地で、 5平方キロメートルが川や湖などの水地域である。総面積のうちの0.43%が水地域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、ポーク軍には5639人、2259世帯及び1570家族が暮らしている。人口密度は5平方キロメートルで2、 平方キロメートルの平均的な密度に2717件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人98.92%、黒人0.02%、先住民0.28%、アジア系0.09%、太平洋諸島系はおらず、その他の人種0.28%、及び本欠0.41%で、 1.08%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。ポーク郡に住む2259世帯のうち29.90%は18歳未満の子供と暮らしており、62.90%は夫婦で生活している。4.10%は未婚の女性が世帯主であり、30.50%は家族以外の住人と同居している。 27.60%は独居で、全世帯の15.40%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.43人であり、家庭の場合は2.97人である。軍の住民は25.10%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が6.00%、25歳。 以上44歳以下が24.40%、45歳以上64歳以下が23.10%、及び65歳以上が21.40%となっている。平均年齢は42歳である。女性100人に対して男性は100.50に似て、18歳以上の女性100人に対しては男性は95.70人いる。 軍の世帯ごとの平均収入は37,819ベードルで、家族ごとでは45,081ベ米ドルである。男性の3 2 8 6ベ米ドルに対して、女性は19,595ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は17,934ベードルである。総人口の5.80%、 家族の4.40%は貧困線以下である。18歳未満の子供の7.20%及び65歳以上の4.70%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。